き亭はちみつの8チャンネル。おぐりキャップでございます。笠松から怪物が来た。12戦10勝2着2回で中央に来ます。ペガサスステークスから毎日杯、京都4歳特別という名前ですね、はい、当時。その後がニュージーランドトロフィーで、高松の宮杯、すごいペースで全部勝ちます、毎日王冠が中央デビュー6戦目なんですけども、しっかりと勝ち切ります。中央デビューからこれで6連勝ですね。はぁ、天皇賞秋一番人気、この天皇賞秋で負けます。ここで足毛対決としてすごく盛り上がって、玉、はい、もクロスの方に軍配が上がるということなんですが、はい、このあと1ヶ月後にジャパンカップ行きます。結果3着、3歳で挑戦しました有馬記念、勝利します。勝利、ここでね、ちょっと怪我しちゃうんですよね、この間に。ここで9ヶ月お休みします。はい、今でいう4歳の年ですね、はい、の指導戦がオールカマーとなります。勝ち切ります。8-9、はい、そして、次のレース毎日王冠、これも見事連覇、2着稲荷湾ですね、ライバルと言われた、2年連続天皇賞秋に挑戦するわけですね、はいはい、2年連続の2着に、負けてしまいます。中2週でマイルチャンピオンシップ、負けられない南克実、譲れない武豊っていうね、オグリキャップが差し切りました。連投で次の週ジャパンカップに出走。すごいそれ。さすがに届かんか、よりによって世界レコードで決着してしまいました。こんなローテーションで世界レコードで、あのさんの2着です。まあ1ヶ月後には有馬記念ありますけども、はい、まあさすがにと思ってたら、はい、普通に出てきます。残念ながら5着に敗れます。5月に、安田記念1着です。そしてですね、はい、宝塚記念がやってくるわけなんですけども、グリキャップは2着に敗れてしまいます。勝ち馬おさいちジョージ、3年連続天皇賞秋に出走してまいります、はい、ここは取りたいところよね。6着なんですよ。このあたりでもしかしたらピークアウトしてしまったのじゃないかって言われ出した頃だよね、はい、そしてジャパンカップにもこれも3年連続ですね、はい、出てきます。11着です。年内の引退が決まります。有馬記念がラストランと、そのラストランの鞍上、武豊ジョッキーに決定します。お前オグリキャップやろって声をかけたと。うわーすごい。うわーしびれるな。しびれる。すごい馬だから、 2つあと2つだけ、パンパン。あと1個やったまだしも2つ。いやいや、でも兄ちゃん、じゃあ今からどれかを言う、それを言うから、この3人さんに、あ、もうそれやったら見ようかってなったら、その時だけちょっと見せてください。そんなんなるに決まってるじゃないですか。いや、正直俺はもうルール違反やけど、それ見たいね、そら。それ見たいよ。大気シャトルもグラスワンも頑張って3つにしましたよ。いや、僕もしたよ、東海帝王もかもしたよ。したでしょ。ただちょっと ドラマがありすぎるというか。これまあだから、一応まあ3レースという縛りはありますが、うん、特別中央デビュー戦を、じゃあ中央デビュー戦、はい、ペガサスステークス2体で決まってます。あ、じゃあ中央デビュー戦、まあ、ちょっと番外編という形になりますが、はい、いや、これオグリのデビュー戦いきましょうよ。12戦10勝2着2回で笠松からやってきた馬、せなんでそこ見られへんかったかなと思うとったんや。でも3つ見たらこう入らないでしょ。いや入れへん、確かにね、はい、3歳全捨てでしたから、ね、全捨て。せやわ。いや最初ね、3、4、5、1個ずつとかって考えたんですよね、当時で言う4、5、6。いや無理やなと思って。これが、中央デビュー戦、はい、オグリキャップ4枠4番ペガサスステークスですね。一番人気は、はい、8枠10番のラガーブラックです。さあゲート開きました。4連勝中ですね、ラガーブラックは。はい、この10番です。10番、はい、この時1番人気やった、2番人気やった、2番2期がオグリキャップです。この4番ですね。やっぱり河内ジョッキーも綺麗な。
8番すごいなって言われて、これでもやっぱりデビュー戦やからちょっと幼い感じもせえへん、あのオグリキャップ自体が、まだ、まあ、でも13戦目ですよ。あ、13戦目な、地方で12回走ってるんで、なんか肉付きが、なんやろ、あれ、まだおらんやん、オグリな。はい、ただラガーブラックがね、もう手動いてるんで、ここですね。あ、ここか。ピンク棒が一番人気です。その外から割った青棒が多いです。いや、これはもう完全なる手応え。もうここで行くの分かるな。ラガーブラック、このピンクですね、間が。ラガーブラック割っていいか。うわ、芝めっちゃ短ない。これ芝やんな。これ芝ですか。芝です。壁芝す。ダートみたいな感じですね。すごい。強い。もう最後追ってないですからね。おー、はい、強い。三馬審査っちゃ三馬審査なんですけど、もう最後の 100m ぐらいはもうほぼこれだけなんで、もう相当な衝撃だったと思います。いやー強いなー、はい、強いね。いやでもこれ確かに何回見てもええな。何回見てもいいです。で、オグリやっぱり校長先生も言ってましたけど、そのなんかグイーンってくるというよりはなんかずっと強いね。あの一瞬の切れ味というか、もうずっといい足を使うという感じですね。いやすごいわ。え、小井さん的には全レースはやっぱり見れてないですか、この時で言うと。もちろんもちろん、もう代表的なレースだけですか。うん、この2ヶ月3ヶ月後ですね、9、4歳のニュージーランドトロフィー4歳ステークスをご覧ください。はい、今スタート切られました、7枠11番ですね。11番この時点で、中央にデビューしてからですね。ニュージーランドトロフィーやなんて左回りなんですか。東京です。東京、東京、はい、そうです。ニュージーランドトロフィーって、え、中山やったっけ。今は中山やけど、あ、そっか、あれだ、え、今は中山じゃないですか。今中山か、はい、で、エルコンぐらいの時までは全然東京、はい、だから3戦3勝、中央3戦3勝で迎えた、うん、もうこれ 1.2 倍ですね。 1.2 か、相当強い。あ、来た。11番はい、あ、5番手6番手ですね。うわ、来た来た来た。前もでも手応えいいんですけどね。いや、めちゃくちゃええで前。いいですね、この芝きれい。さっきと全然違う。ありますね。全然この人ボロボロだって。あー、これうちも手応えいいけど、あー強い。何もして、はい、もうムチなんか入ってない。ほんまや、持ったまま強っ。うわー、しょやな。多分時期的にこの頃じゃないですかね、ダービー出てたらとか言われたのは。あの勝ち方してたらね、そうなりますよね。重賞でこんなレースができるんか、この馬はっていうので、もう完全に競馬ファンが、確かにファンからしたら賞金認めたというか、認めてほしいけど、他の馬主さんからしたらたまったもんじゃないですね。やっぱりですね。加算して出てきたら。確かにね。こんな化け物ね。そらせやわ。僕らでもやっぱりオグリキャップという競馬というものが全然知らん時からやっぱり耳には入ってきてたし、逆に言うとオグリキャップしか知らんかったぐらい。うん、その特に学生の時なんて。それで競馬というものが初めて近づいた感じしますけど。田舎から出てきた実力もあるアイドルでめっちゃ売れたみたいな感じですよ。で、未だにこれがファンもたくさんいてるわけでしょ。牧場の方がもう引退してからも、その毎年そのファンの人口が減らないと、普通は何年かしたら減っていくと、オグリのファンはずっと来るんやっていうのを牧場の方が後日述べておられました。馬娘によって
新しいファンができてるかもしれんしな。そうですね。今までね、豊さんももういっぱい乗ってるじゃないですか、うん、その中でも代表する馬って言ったらやっぱり出てきます、小栗だっての、うん、ご自身の財産って言ってあるんですか。あ、はあ、ただ主戦騎手かと言われたらちょっとわからないです。たくさん乗ったわけじゃないんで、うんうん、でも2戦2勝ですね。そうですね、2戦2勝なんで、だから僕は11郎ジョッキーが亡くなった時に、まあ俺の読んだ新聞ではあの小栗キャップにも騎乗したって書かれてたのを、うん、はあ、僕は純一郎ジョッキーなんかすごい馬、はい、いっぱい乗ってるのにその一行があったっていうのはやっぱすごい、ね、いやすごい。今回はちょっともうかなりあのいいレースを見せていただきましたが、また次回ちょっと先生方よろしくお願いしたいと思います。あの全ては説明できなかったと思うんですけどごめんなさい。こちらこそありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回も見てね。